ささぐ、さあ蘇ってくださいよ我らが神。はじエンデニル。あ、やばい、ぶっ壊れる。アスアス、この流れは、この流れはめっちゃファイター降ってくるわさあ行きましょう。力を持ったティンクルスターライズ。さあ最後の地いざ参る。最後の戦い、伝説の標。さあ暴走する闇へ、星のカービィスターライズ。シューティングですか。凶悪っていうか闇、やばそう。増大する闇。な、うえー、端にエンデニル。わ、なん、ちょっと待って何これ、バーサス破人エンデニル。さあ立ち上がれよ破壊せし神よ、星砕き愛を滅せよ。さあ地を愛で包め、己が望むまな蹂躙を。星々をめぐり宝星を奏で、彼方楽園に終焉を永遠に。ティンクルスターアライズ、温かい心の槍から生まれた秘宝ティンクルスターアライズ。この銀河のみんなを救いたい、願いはきらめく星となり、今最後の敵に立ち向かう。かっこいい。あー、みんなでやると楽しそうだ。よし行くぞ。すごい 3D、 全然なんだけど。一発目、目を狙い、避けるー避けるー。お、体力ゲージ削れてきたぞ。お、一発削れた。左、右腕ジャンプー。あんまジャンプできん二段ジャンプぐらいしかできん。危ない、やっぶねえ、あっ、めっちゃホーミングしてくるいやこれで、弾かれたタイミングが悪い。あ、でも画面端危ねえよー。あっとー、いった。右腕じゃん、左腕、よっと、さらによっと。ちょっと視覚がやばいな、こっからは無理ですね。いやー、近い、右側狙って、近い。うわー、間隔が狭い。うわ、これは避けよう。よし、単発はしょぼい。さあどこだ、真ん中。うわ、め、なんか翼入ってる、違う、そうだ、やばいやばい、氷。裏だなこれ、つるつる。
どこだ？お？どこ狙うんだこれ。後ろだ。ここ崩れ。よしよし、オッケーオッケー。め顔、いや危ねえな。強い。ダメージ食ったな。上、危ない。きついな。今今ぶち込め、ぶち込め。もっちょい、あとちょい。お、雨を破壊した。わ、飲まれる。内部、こいつか。や、闇が行って、ずい、重、なにこの重さ。闇が重すぎるよ。削りきれ。いい、燃える。なんか足場が64のラストで似てる。おお、捕まる。引っ張れー。わっ、あ、みんなが降ってきた。はあ、再び立ち上がるエンデミル。あ、こいつは、この翼は。いやいやいや、遠すぎねえか。近い。時が止まる。ザ・ワールド。おお、空中でやった。どこだ。うーん、右奥。うーん、聖なる弓矢、しかもこんな男に。止めた、射止めたぞ。さあ次は左奥、左翼。なあ、上から見るぞ。めっちゃ残るじゃん。左、めっちゃフォーミングしてくれる。うわ、照準が1。さあ弓矢撃たせん。体力はある。おー、ハンマーか、斧。おー、エクスカリバー、危ない。いや、もうめちゃくちゃだ。背中、おー、当たる。こっち、イエス。この時間止まるの何なんだろう。さあラストは、お頭、何が来る。やばそう。おお、ビーム、
やばすぎるだろう。来るぞ。うお、うまい。うまい。いやー、これはジャンプ無理っす。うわ、怖っ。お、速い。さすがに無理か。いった、すごい銀河。さあ再び飲まれる。飲みに行く、飲まれに行く。すごい超展開。うわ、なんかカービィみたい。うわ、これはあれだな、危ない。初見にしてはよく避けられるな。やば、なんかまとってる敵やん。足りないっす。悪霊隊さん、痛い。あ、ニードル。よし、回復。うわー、うわ、バウンド。あー、よくもまあ。はい。ゴールか。なんだ、今度。ダークマター。やばいぞ。フォーミングした。アース、なー、あ、やばい。セーフ。あ、やばい。んー、時計回りの超展開。内側が速い。今だ。うわ、切れ目で避ける。真横。多分これ全員かかったらアウトだな。やばい。なるほど、フレンズハート。なんだ、やばい、やばい。飲まれた。レバガチャ。危ない。体力は残った。ニードル。逆ニードル。よし。あー、やばい。よくわからない漁師。そして弾む。パターンはなんとなくあるけど、もうきついな。ガードでやるには無理がある。今終わらせろ。悲惨な最後だった。また吐かれた。まだ動くか。あ、悪の親玉。ラスト。
連打じゃねえかー。うっそ、うっそやろ。押し返された。うわえ、これ守んないとダメ。そしてあ、これコマンド守るやつ。こんなところですか。はい、強っ。強くないですか。やばい、ためたー。おー、全部押し、全部押し、ボタン全部押し。すごい。連打ゲーじゃないか。あらゆるフレンズ。熱い。飛んでけどうなった。ビッグワーン。闇を打ち砕いたカービィたち。みんなで帰ろう。フレンズっていいね。じゃあねー。はい、というわけで星のカービィスターライズ、いやスタッフクレジットですね。なんだろう、すごいねこのゲーム。いやなんか最近のカービィあんまりやってないんですけども、ここまですごい進化してるんですねいやーなんか多人数プレイに特化した感じ、4人でアクションするところとかなんかいいですね友達とかでやると面白そう本当に。あとは、あ、動けるぞこいつなんだろう、めっちゃマイナスされたんだけど。いやー結構ねまだ収集要素たくさんありそうなんだけど、なんか随所に過去作のねオマージュというかリメイクされた感じがあって非常に嬉しく感じました。特に64が多かった気がする。あと初代、いろんなとこから拾ってきてるんだと思うけど、特に64が印象に残る
感じかな今のところは。ででで。かな。痛い。でででにはででで。あ、結局あれなんですね。でででだよは最初だけだったんですね。春部屋。やっぱあった。あいやでも最後の最後はなんだろう、いつものカービィらしくすごいアクションらしいゲームでしたよね。あ、星がいっぱい降ってくる。でもシューティングだったっていうね、ちゃんとシューティングだった。さあ、ワトたちに手を振りながら、大団円アンドモア。フレンズヘルパーで大冒険、星の丸々が遊べるようになりました。さあ限界をチョイスせよ、 The Ultimate Choice が遊べるようになりました。だって、さあ来ましたね。よくわからなかったところ、お、ファイル位置 75% ですって。そんな増えるそんな増える急激に。さあストーリーモードも一見落着、大団円を迎えたところでめっちゃ祝われた。ストーリーモードクエスト、クリア得点、能力星とエクストラスターがオープン、エクストラスターデルタ。さあ、はるかきらめきの勇者に行ってみるんだ。だってよ。ちょっと行ってみますか。なんか下に増えましたね。さあ、収録時間1時間を超えました。あっす。能力星。やった!コピー能力はいつでも取り放題のスペシャルの星、能力星がオープン。一番奥、エクストラスターデルタ、ストーリーボードクリア得点、イエス。いやいやいや、クリアしましたね。能力星。結局このゲームってコピー能力いくつあるんだろう。1,2,3,4。 あ、めっちゃ広い。これ広すぎる。あー広い、たくさんありそう。ここは何だろう。あー、なんかある、なんかある。それぞれ行ってみるといいのかな。あ、これめっちゃ残機増えそう。BGM も心地よい。ほんとお試し部屋って感じだな。この辺の一発屋特性って感じもいくつかありまして。ここが一番上か。へえ、いろいろあるんだな。間違えた。
なんかいろいろできそうですね。面白そう。やっぱ最後の最後はアーティストが大活躍でしたね。よし、回復があってそれなりに攻撃できていい感じのコピー能力でした。そういえば一番上に赤い扉が、ここはチョコラッシュ。窓しかいねえ。いっぱい出るよ。めっちゃ出るな。窓ラッシュ。ちょっと違うのも出る。あ、これ無限だな。無限に出そうだな。パラソル。あ、一周じゃなかった。あ、いた。スープレックス。この辺でいいか。さあ、というわけでなんとなく5分ぐらい能力星を見てみたところで、今回の動画はこの辺にしておきましょう。さあ、次回は一応ストーリーモード残ってるエクストラスターですかね。この辺は変わんないのかな、特に。エクストラスターとエキストラモードですかね。プププランドまで戻ってみようか。わあ、もうこの辺懐かしいな。うん。さあ、とりあえずワールドセレクトに戻りまして、この下にあったんだよね。星の川ミスターアライズ。ハイネスが言う神とは、正義や悪の心も持たない破壊のために生まれた存在。その名は破人エンデニール。そんな名は神様なんかじゃないし、手加減もいらない。星の川ミス最大の戦いが今始まる。かっこいいですね。この続きだったんですね。よし、エンデニール戦は熱いね。本当に。さて、いろいろと出たと思いますよ。とりあえずピース、これはあれですか、いろいろ混ざってないですか。いろいろ混ざってそうな気はするけど、とりあえずドロッチ団、ドロッチ団と携帯持ってるってことは鏡の大迷宮か、その辺アドバンスと DS ら辺が混ざってそうな感じですかね。よし、また新しいフレームも出たんでね、それはそれでやっていきましょうか。お、いっぱい出た。いいですね。なんかあるぞ。なんかあるぞこれ。いやいや、まだまだ楽しめそうですな。うん、この辺もいずれやると思います。はい、というわけで、長丁場多分3回に分けてねと思いますが、はい、ご視聴ありがとうございました。今パート11、12、13まとめて撮ったって感じですかね。はい、というわけで、ストーリーモード星の〇〇 The Ultimate Choice も続けて撮っていこうと思います。これからもよろしくお願いしますね。一区切りついたということで、ここ
ここまでご視聴ありがとうございました。